札幌市内にある JR 北海道本社を訪問したのは、函館市の大泉淳市長です。大泉市長は JR 北海道の今井副社長や、同庁では浦元副知事に会い、新幹線の函館駅への乗り入れについて調査結果の報告などをしたということです。専門的な立場からいろいろとご質問をいただいて、でご疑問をたくさんあると思います。それを伺ってですね、これからお答えしていくことになると思います。 先月、大泉市長はフル規格の新幹線が函館駅に乗り入れることは、在来線の線路の外側にレールを1本加える、参線基乗方式で可能だという調査結果を発表しました新幹線の函館駅乗り入れについては今後、函館市議会の委員会などで議論される見通しです。